皆さんこんにちは、TV王者です。ブラックです。では今回もセーブニングレバーブ2011やっていこうと思うんですが、今回はですね、IM を超えてしまってる男がいるよということで、選手紹介ね、取っていきたいと思います。このファティ、総合値100、の E フットボールポイント、1500ポイントで交換できる。誰でもゲットできるんですけど、このファティがね、育てると総合値100になると。どんな選手かって簡単に言うと、パスがめっちゃ上手くて、スルーパスとかができるようになったムバッペですね。ムバッペは、アンスファティより体がゴリゴリ強くできるんですけど、もうその他の数値的にはもうファティの方が高いぐらいの数値を叩き出してて、オフェンスセンスからボールコントロール系も高いんですけど、この選手って攻撃的な選手でもあるにもかかわらず、グランダーパスとかフライパスの数値も相当高いんですよね、はい、フォルランとかもね結構パス良かったりとかもするんですけど、まあ言うてグランダーパスで85と、ファティでも90近く、これだけ攻撃的な能力が高いにもかかわらずあって、で決定力もしっかりありますし、もちろんねスピード瞬発とかもあって、キック力とかもあって、使ってて思うのは、体もね相手にぶつけられてもかなり粘ってくれる、ムバッペみたいな、でムバッペがパス上手くなっちゃったみたいな、そんな感じ感じなんで、チームにねムバッペとファティみたいな感じで入れとくと、もうゴリゴリにできるなっていう感じで、はい、この選手ね唯一ちょっと弱点なのが、考案後能力と使用感的にはめちゃめちゃ強いなっていう、まあ、本当 IM ロナウド匹敵するぐらいの、ね、あの強さ、波のアイコニックだって超えちゃってる、勝てないですね、考案後なんで、そこをね考えると、余裕があるスカットでぜひ入れたい。コストもまあ35なんで、うん、結構ここら辺も優しいし、もう一つねムバッペよりいいなって思うのがね、ダブルタッチなんですけど、これがムバッペの場合軸足当てがついてるんで、ダブルタッチじゃない狙おうとしたら軸足が出ることがあるでしょ、うん、トーレスとかもそうなんで、そうだね、ただこのファティの場合ダブルタッチは確定で出せるっていうのがムバッペにはなくていいもので、あとね地味にねこのパス系のヒールトリックとか、まあ、能力パス、まあ、グランダーパス数値が高いから、こういうねパス系の数値もついてて、でしっかりシュートもドロップシュートとアウトスピンキック、これを持ってるんで、この選手ウィングストライカーなんだけど、センターフォワードを置いた時にホルランみたいな感じでちょっとねセンターフォワードのサポート的な役割もできるんだけど、自分でフィニッシングで上がってってシュートを打っていくこともできるっていう、ホルランとムバッペ合体したみたいな、筒香の時の説明と一緒、一郎とバリーボンズ掛け合わせてますみたいな、そうそうそう、筒香みたいな、その感じ、その感じ、この総合値100ファティって、その CS とかの過去のファティと比べると大体1ずつぐらい勝ってる、全部の数値がなんか1強化だったんで、前回の2回目かなんかを1回使ったことあったら、ものすごい使用感いいなって思ったんですけど、うん、今回のこれ手にした時に、こんなにファティで強かったっけっていう、ガチスカイやと思ったね、そう、万能すぎるだろこいつと思って、ファティはねバルセロナのライブアップで1回だけ B になってるんです今までで、これからもそれに期待なんですけど、でも C でも今回使ってもいいなと思う。Cristiano Ronaldo with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Cristiano Ronaldo, chance! Frantic and frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. That's a hit!
is two. Listen, it's up to them now how they think about it from here, because for me it's crying out for them to force the issue. Mane.皆さん気になるところが、じゃあファティって e フットボールポイント1500ポイント使って交換すべきなんですかと。なるほどなるほど。もちろん TV 的には第一優先としてはやっぱあの IM ですよね。ホルランだったりだとか、まあ、ベルカンプとかね、中田とかロブソンとか自分に合わせたその IM をまずは先に確保するのが先かなっていう感じはまあ一応します。ポイントがめちゃめちゃでかいんで、まあ、1500とか削られてもね、ちょっと26500貯まるのが遅くなっちゃうと。言えばファティは CS とか何回もか来てて、もしかしたら持ってる方もいるかもしんないんで、そういう方は IM 優先で取っていくっていうのがいいのかな、はい、もちろん TV の本赤とかそうなんですけど、はい、もう全部持ってるんですよね。その IM とか新しい IM が来てるわけじゃないんで、はい、迷わず交換した方がいいです。迷わず CS のファティももちろん強いんですけど、このファティの方が絶対強い。塩がめっちゃいい。全部持ってる、あと欲しい IM がないっていうんだったら、はい、今回絶対ゲットした方がいいかな。 それぐらいね、結構押せるファティなんで、プレイ動画とか見てもらえば分かるんですけど、本当ドリブルもすごくて、ドリブルで抜いた後のパスもすごいんで、めちゃくちゃ上手いよね。パスだから全部何でも一人でできちゃう選手で、しかもこの選手って考案後なんですけど、あのいろんなポジションできるんですよ。そう、俺ここでもね、あの使ったんですけど、ちなみにこことここで使ったんですけど、左ミッドの場合はガンガンドリブル仕掛けて、ここでフィネスとかして中にパスしたりとか、センターフォワードの場合はロナウドのねサポートとしてホルランをよく使うように、ここでワンツーしてスルーパス出したり、でスキャラはダブルタッチとかで、ね、抜いてスピードで加速してシュート狙っていく。コストの高い監督だったら、まあ、どの監督にも合う、はい、前目の選手ってことで、まあ、考案後だけが、まあ、ちょっとあの不安材料。残念です。今回だとガスペリーニとか使ってるんですけど、はい、850とかあればもうベンチもマックスにできるんで、別にファティがね不調になろうがどうしようが別に交換して違う選手をね使えばいいっていう使い方ができるん で回してもらえばファティガチスカ間違いないかなと。まあ、強さはちょっとねかなり押していきたい。コストが高い監督のあのガチスカットだったら絶対使うんで、ガンガン入れるね。お気に入りの選手出てきちゃったよということで、はい、まあ、皆さんの方でもね一つポイント余ってる方はですね、参考程度にゲットしてみてほしいなというふうに思います。このわけのデジチャンネル、高評価よろしくお願いいたします。どうしよう、さらぼう。